ケラマ空港は沖縄県島尻郡座間村の外地島にある地方管理空港である。ゲルマ橋の加業により地続きとなっているケラマ諸島の無人島、外地島の東側に所在する。固定翼機による定期便はないが、エクセル航空によるチャーターヘリの受け入れや救急患者移送などの必要性から職員を配置し、稼働している。 1982年2月10日に民間企業の公共施設地図航空が設置、管理する飛行共用飛行場としての設置許可及び開発許可を受け、同年3月に第一期工事に着手。同年7月15日にケラマ飛行場として供用が開始され、民間航空により運航が開始された。1983年4月には不定期日地転換。 旅客輸送の実施承認を受け、実質的には定期的な航空路を持つ飛行場となったが、運航会社の親会社の倒産などにより、1986年に運航が停止されることとなった。この時、ザマミ村などが運航を再開すべく、各方面に働きかけた結果、琉球エアーコミューターが設立され、同社は1986年1月28日に、 ケラマ飛行場の設置管理者の地位継承の許可を受けて、1987年2月17日に、那覇ケラマ間の運行を再開した。沖縄県では、離島の民生安定と地域振興に寄与するため、1992年4月1日に設置管理者の地位を継承。11月17日に、沖縄県を設置者とする公共用飛行場としての設置許可を受け、 11月26日に第三種空港の指定を受けて、1994年11月10日に共用開始した。2006年3月をもって、琉球エアーコミューターが撤退すると、同年7月1日からエアードルフィンが不定期便を就航させたが、チャーター便への変更後に、同社の事業停止に伴い運休となった。エアードルフィンの撤退以降、 しばらく定期便は就航していなかったが、2013年9月より、同年10月までの期間限定で、第1航空が週3往復就航していた。年間利用客数は、国内490人。かつては、空港のある、外地島とそれぞれ橋でつながった、ゲルマ島を経由して、赤島までの送迎バスと、赤島から、ザマミ島やトカシキ島へ渡る連絡船があったが、 利用客が少なかったため廃止となった。ありがとうございます。